春日が主人公の架空のスピンオフドラマ「アパ・平熱である」第3話の感想ですへいへいえー、アパ・平熱である第3話を見ました藤井聖堂役に藤井聖堂本人が出ていたことは <laughs> 作品にセットルク力を持たせる意味でも大変良かったですあでも俺、うん まあそこは描かないか25歳ぐらいだったかな俺が初めて制度さんに会ったのあのラジオニッポンの俺の初レギュラーだからね,そうだねオードリー若林のフリートークから聞いて朝朝っていうか夜っていうか、ね、3時55分あ三時五十五分か 1>, <ー> 1>, 1本だけエピソードトークして終わり <laughs> <laughs> すごいだろう、いね、俺と聖堂さんの出会いすごいよな25、6だでそれしかなかったからな、仕事、うんうん、事務所がなんで若林なんすか、みたいになってるんだよ <laughs> あれは聖堂さんにやってほしいけどね、うん、びっくりしたのがさ、うん 藤井聖堂がさ、ドラマですよね。いや、本当。俺、あのー、だから情熱あるって、<laughs> いろんなことでびっくりしてきた。うん、ここまでやってくれたびっくり。うん、一番びっくりしたかもしれない。いやー、びっくりした。<ー>私もびっくりしたよ。<う>うん、なんか あの、藤井聖堂として出てたもんねもうねだから,だからタイガさんもそうだよね本人役が本人役っていうか本人が出てるのああまあそうだねあと、うん、山田ボディな、うん、<laughs> 山,山田ボディ出てた山田ボディさ俺が明日の『足りなフテ人』で倒れた時にさ、うん、俺をさこう<ー>解放してくれたんだけどあの現場で本人だったの<ー>山田ボディだけって言ってたもんね <laughs> あ,あ、そう大悟さん山田ボディ藤井聖か出てだから、うん、ちょっともう気、うん、が気じゃないよ俺もだから、うん、よく、うん、見たもん鈴谷をよく見たもん俺 <laughs> どういうこと <laughs> これ、里道じゃないかなと思って、一時停止してよく見たんだけど。よく見なくてもさ、ご本人じゃないってのはわかるじゃん。うん。なんか後ろの方にね、チラッととかあったらまだわかるけど。うん。でもあれさ、ドラマでさ、カスがなんかオーディションに行ってないことになってたじゃん。うん。行ってたよね。行ってた。うん。え、一緒に行ってたのみんなと。みんなと行ったら、イダッシュチームみたいで行ってたはずだよ。 大和さんとかさ言ってた言ってたそのハイハイさんとかみんなで言ってたんじゃなかったっけかなうんでもあんな感じで本当にね生徒さんの前ですあんな怖い顔してなかったけどねんもっと似たりだしたけどでもさあれでさ思い出すんだけどさ多分だけどその。 ライブ、ショーパブとお笑いライブ以外の仕事が、俺ラジオが多分初めてなんじゃないかなと思ってドラマ見てて。 ああ、そうじゃないそう,だ多分そうだよね。そうですよ、そら。いや、なんかこう、うん、ラジオに始まり、ラジオに終わった人生だったなぁと思って、うん。いやいや、まだ終わったかどうかわかんないん <laughs> 始まりはわかるけど。<ー> <laughs> うん。なんかこの原点。ラジオ中だし。バンドとかも原点の音に戻ってくる時あるんじゃないいっぱいアルバム出して、シンセサイザー入れてみたり、ちょっとラップっぽくしてみたりして、うんうんうん 原点に戻るじゃない。ラジオに始まり、ね、ラジオに終わったなあって思ったんだよね。うん、終わるかもしれないけどね。<ー>終わったと、ま,まだ。なぜそう長終わるかもしれない。失礼だなの、君は これをね、うん、本当やめた方がいいとただね一、うんうん、人だけ続けてくれっていう人がいるからやめられないの,よの急に大声出すこと急に大声出すこと一人だけやめないでくださいって言論してる人がいるからやめれないの、うん、ダメなの DJ 松永 <laughs> やめていいだろ一 <laughs> 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 人がそいつだったらやめていいの <laughs> 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 松永のためにさ <laughs> どう何の責任感じてるの <laughs> それでラジオであれさほんとさ春日わかると思うけどさまずもう何も褒めるとこがなかったし褒める要素がなかったじゃんあの時のオードリーってだよねんかさだからさトークとかもさどう思ってたトークしててトークができてんのかなとかもあれ家でトークライブとかやってたよなだから意外と結構年いってんのかも。 だ 25, 25ぐらいのイメージだったけど、もうちょい行ってんのか。2005年とかそんぐらいなんじゃないえ、じゃあ26とか7か ?26、7か。あ,<ー>あまあまあ、そんぐらいか。うん、あ、意外とそんな感じだったのでもよく、よくやめてねえな、うん、そう考えたら。いや、そう、そうだよ。そうだ、ちょうどだから潜水とかやってたぐらいでしょ、確か9さんまで。ああ<ー>、その話若林さんしてるじゃない。 あしてるしてるだから家でトークライブとかやってる時期ってことだよねいやそうだねあれ家でトークライブした話も正蔵さんのことでった記憶あるああだからなんかその話面白いよって言ってくれてうん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 で初めて褒められた人がなんか正蔵さんって記憶あんだよね外部の人にそうじゃないでもその時あの正蔵さんが本当マジであの何だろう あれなんか地上に降りてきた神様みたいな見た目的にもびっくりしただから面白いよその話って言われた時覚えてるもん私もだってねえ制さん話聞いてもらったこんなにさしっかりさ話聞いてさたり出しながらさ面白いですねとか言って。 それいいですね似てる似てる言われて正直ほらねトークが苦手だったからそのオーディションに何でいかね今行くんだろうと思ってたからね最初行ってなかったんだよ春日ああそうかもで若林さんこうさ喋るから本人呼んでみようってなったそうだで相方にしたらさ「いいですね」とか言われてそんなわけねえだろと思ってたからね と思ってたからうんでうん面白いですよそれはね面白いんですよみたいな言う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 ね自分で一人ずつなそうそう一人ずつ全員のね話を聞いてさいや覚えてるわいやそこ原付きで行ってたのラジオ日本かぶで暗いんだよねなんかね暗いんだよねラジオで言ってか入ってて暗いなんか暗い階段さ 降りてさ行くんだよあ,あれあれ、うん、あの戦慄迷宮みたいな感じ、ね、<laughs> い<や>でそこまで暗くない、うん、のナイトショットのゴプロでこう <laughs> ヘルメットの前につけてついてラジオニッの中歩いてたけどねでその後エピソードトークって意味わかんないな、うん、そら<れ>さんが、うん、ヌーって出てくるから「うん、キャー!」って言って「<laughs> うんうん、いやあれで株で行って行ってたな うん、なんか、それで結局、決勝戦みたいなのがあって、どういうシステムになったか分かんないけど、何週か勝ち抜いた方が、フリートーカージャックから、フリートーカーキングになるみたいな。うん、キングね。で、1ヶ月かなんか、ワンクールかなんかやるみたいな時あってさ、それもあって、あれ、切なかったなめちゃくちゃ嫌われてたんだろうな、あの、同じ事務所の同門対決だったのよ。へぇずっと本番前で、俺の相手についてんの。 は社員が。うちのね、事務所の。で、俺、勝っちゃってさ、フリートーカーキングですみたいになったらさ、なんか、言もなんか、声かけられないで、ずっとそっちで、あの、なんか、ドンマイみたいな感じで、一人で株で乗って帰ったの覚えてるば。それも俺のせいなんだけど、今思いましたなんか、そう、なんか、触れてくれるなっていうオーラでやっちゃってたさ、いやー、面白いね。 びっくりした生徒、うん、さんもとにかく出てきたっこたよ <laughs>